どうもブンブンハロー YouTube エナマキシマの坂田です。よろしくお願いします。僕の愛用品紹介をしたいと思います。2つありまして、まあ同じものなんですけど、こちら1つ目、ドーン。そしてもう1つ、まあ同じなんですけど、ドーン。これらは、ガスマスクバッグです。初めて聞いたでしょう、ガスマスクバッグ。僕はもう普段から言ってるんでガスマスバッグって呼んでるんですけども、こちらですね、昔ほんまに戦争で、どこの国かな、忘れた、ドイツかなんかでしたっけ、ほんまにガスマスクを入れて、これに入れて運んでた、ガスマスクバッグ、ガスマスバッグです。はい、こちらが、確かさっき見した方とこれ両方を1000円以下とかで買えるんで、ちょっと、話の話題とかにもなりますしね。ガスマスクを入れていたカバンだよっていう。僕は普段もこのカバン2つで生活しております、プライベートは。はい、でその安い1000円以下で2つとも買えるんで、機能性とかがないんちゃうかって思うと思うんですけど、その普通にいきます、このなんていうんやろ、小部屋、しっかり小部屋が2つついてて、大部屋も1個あるみたいな感じやし、普通に斜め掛けとかできるカバンとなっております。これが1000円ぐらいで買えますので、で、いやなんかわかんないんですけど、汚れてもいい気しません？この戦争中に使われてたカバンとか服っていうあれって、どこまでが戦争でついた傷と汚れか、俺が新しくつけたのかが周りもわからないし自分もわからないので、その普段ちょっと汚しちゃうよっていう方はぜひこのカバン買ってみてください。まあ、汚してもそのわからないんで、その自分も汚したか、僕そのこれ汚れたのか分かってないんで、まだ新品と変わらへん可能性もあります。そういう利点もございますので、1000円以下で買えますし、まあちょっとねえ、バズり出しても困るんですけども、今こんな安いのに、まあ皆さんぜひちょっと、まあこれを見てる人だけでも買ってみてください。以上、エナマキシマの、坂田の愛用品紹介でした。バイ。普通に、この、なんていうんやろ、小部屋？しっかり小部屋が2つついてて、大部屋も1個ある、みたいな感じやし、普通に斜め掛けとか、できる。